本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小流星です。本日は、放課後堤防西、第12話を称して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、行きます。3、2、1、5。いやー、堤防最終回か。うわー、こうやって周りから徐々にね、 移しててていいいくっっっうううねねひななはどうなったんだっていう、ね、まあ前回のあのおうそうっすねまあよっぽど手応えがあったんでしょうで早く試したいんでしょうねっていうねこうなったらこうなったでね本当にまあそのやる気というか超過上げたいというね一直線なひなさんなんでまあ 頼もしいといとと。ううか、そこは大丈夫だろうとさーてあの勉強の成果がどうやってあとはみんなにね伝えられるかどうかっすねーっていうねことになるんでしょう今回あーもうほんとにこれが最終回だなんてもう今までのやっぱ堤防はほんとにいい作品だったなっていうねこうやって思わず、今日、 最終回見るまでの間にやっぱり意識してなくても勝手に思い出されてしまっていろんなことがね走馬灯のようにまさに思い出されるっていうのはまあどんだけいい作品だったかってことですね本当に楽しかったしそれで本編が楽しかったのもありますけどあといろんなねコメントで。 情報を教えていただいてそれも勉強になったしあそんなことあったかっていうね面白い情報もありましたしその後でいろんな人のリアクションとかコメントとか見に行ってそっちの方でもねいや本当にいろんな人がいるなっていうねでもさすがやっぱりねまあ長年いろんなアニメ見てくると11話ぐらいって結構みんな 落ち込んでるというか元気なくしてますねっていうのはねまあ後でお話しますけどね海外の <laughs> いや <laughs> すごい海洋丸におあんだけね絶望しててねもういいやとか言ってた人がはい。すごいすごい切り替えの <laughs> あーやっぱなんかその弱点を持ってるというか一回こだわり出すともうほんとにはい何だったんでしょうかうん。 まあ、疑似は動かないからっていうのがね、はい。そうっすね。これまさにそれ言ってる。うん、どこ言って <laughs> 我々にでしょうね。これまさにそのもののことを言ってる方いらっしゃいましたね。うん。そう、そうっすね。うんうん。そこまでか。へえ。あんなに動くもんなんだ。ちぎられたやつも。うーん。ゴミだと思われるのかな。 こんなに違い出ると思わなかったなあはいはあはいああおおおそうね短いとまず曲がりにくいからますます虫っぽく見えない作り物っぽいはい書いてあるんですよね <laughs> それすら読んでないっていうねあとまあ他にもねおおひなさんの大嫌いな船虫の類がはいさて まあ、あんだけもう、本当夢中になって、この辺はな、なんか、めんどくさがりながらもう、い、あいた手前、なんか、乗り気、気乗りしないまま調べたりするんじゃなくて、自分から突っ込んでいくっていうね。その辺は本当に、うわまた出たよ。その辺はね、あ <laughs> は、はい、そうっすね。いけるもんなん本当に、か。 そうなんすか。おうおう、おうしっかりしてんな。速攻で調子に乗ったいつかの教訓が生きてんだろうか。おお本当に行けましたああ、うん。来たのは来たんだ。うん。あとは時間の問題か。数打ち当たる段階にまでは少なくとも、来ましたか。<laughs> すごい満足そうなニヤーっていうねあダメなんだへえやっぱ難しいんだなでもなんでそんなにねえ生き営に近づければ近づけるほど疑似延にした意味なくなるしじゃあ遠ざかったらかかんなくなるしおおギャラリー増えた <laughs> 全然違う全然関係ないうーんなるほどね まだ微妙なとこなんだな。なんか越えられないとこがあんだろうな。うん。あとなんかいけないですかね。ねえ。お、どうした場所を変えるか。なあ。うん。うん、うん、うん。乱眼そうなんだ。ああいうの乱眼って言うんだ。字がわからんけど。へえ。全く諦めないのは大したもんだ。うん。さすがだな。 頑張ってますね。偉いですね。ああ、って場所でもやっぱ違うんだなー。うん。当たりはあれとか。遠からず。遠からずじゃない。近からずか。何が違うんすかね。うん。多分私じゃないんだろうな。何がいけないんだろう。わからん。うん。ちょっと一回頭冷やして考えますか。なんか忘れてることあんのかね。ああ。 まだね <laughs> だろうな特にヒナの場合なん。おうやるな背景美術うん,うん,うん、うん、はい、はあ、はあはあはあうんじゃああと何がいけないんだろうおう、うん うん、まあ、そう、<laughs> そうね。そう思える、そう思うしかない日もあるんだろうな。まあ、生き物だもんね。相手にしてんのが。うん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 。なる,なるほど、なるほど。な、え、何すか、今。おお全く同じ、じゃあ、違う海では。そうなんでしょうけどね。 うん、試行錯誤。まあでも部長の教えてくれたこととかうん。うーんあーあー大きくしたけどそれが裏目に出たか。うんあんなに大きくなかったっすもんね。そうっすねなるほど。

うん、ものすごく理にかなってる。な、な <laughs>、そんなに照れるですかうん。ねえ。なぜそんなに照れることがなんだったらどうだ参考になったろうみたいな。はい。なるほどね。やっぱこうやって、ね、おまかんですよね。お前の環境では違うっていうね。 なんで、まあ本当に部長に教わったこととかああやってネットで調べたことも本当に型通り綺麗にトレースするのは一途でね避難のいいところでもあるんですけどそれにこれ固まってそれ以外のやり方を全部邪道とみなして何もしてなかった工夫してなかったのがやっぱねうまくなんかうまくいかない時はね一旦休憩して頭冷やしてなんか全然別のこととかねしたり考えたりするの。 いいっすよね。さてと。これは飽きたな。はい。あんすごい心構えが、肝が育ってきている。うん。もう本当に釣ることに集中してますね。他のなんか怖いとかキモいとか、雑念が。はい、よくありました。おめでとうございます。やってくれると思いましたよ。意外と時間、ね。 まあ、本当に、調べた、ほほほほ。先輩。視聴者代表ですよ。あなたの今の。いやー、うん。あの喜びの表現は嬉しいな。我々に代わって伝えてくれましたね。だいぶ、でも早く釣れましたね。まあ、一筋縄ではいかんなのだろうなと思って。どんな予期してない困難があるかと思ったら、そういうことか。 アピールしやすいように長くしたのが、ねえ。ああ、こう他のみんなもやったんですかね。まあね、これはすごく気持ちわかるんだな。ああいうね、tips とか、ノウハウとか、チュートリアルとか見るとね、いろいろや,やりたくなるのはね、よくわかる。私、ブレンダーでよくありますね。<laughs> たまにはが余計じゃないですか。 な、すごいな、意外と、意外と部長に対する評価厳しい。うん。まあ、一回うまくいくとね、何回、おお、すごい。おお。ん、うん。まあ、でもこれ <laughs>、え、骨生命なんてあんのへえかわらしい。あれ、どうやってやんすかね。やっぱあげるんすか。魚によっちゃうねー。 高音だければもう普通に骨がサクサクになりますし何やってんのなんでどっちが何を先にするかをああ<ー> <laughs> なんでなんだこの音楽うん想像もつかないっすわ熊本の夏で密閉してんでしょカート行ってなハ開けとくわけにいかないしはいえ ああ、あ野先輩。自分を仰がずに避難を進めることだけ。ありがとうございまーす。ああ。まあでも本当にね、こういうのがさらに、南の、こういうところだとね、本州以上に醍醐味でしょうな。<laughs> すーごい、はあ。<laughs> 凄まじい量だけど。水出しか。高いっすよね、偉、はあ、いっすね。 あれ、麦茶って、向こうにあるかなこれ気になるな。自分の自分のとか、はは、いいけど。自分のとか、あるんだ。な、なんすかはい。そうなんすよ、はい。なんか片っぽをほつれたのは、うん。作ったんだ、一応。 あ、中間テストだ。まあまあ。お前の言うまあまあは。おうん。はははは。はははは。黙れ。お前がそんなこと言資格はない。ああ、よかったですね。おか、おかげさまと思ってる人間にあの言いざま。うん。ああ、よかった。うん。今度はもう、やばいところまで。 うん。ああ。あ、ちゃんと。うん。今度遊び放けずにあらかじめ勉強できそうですね。な <laughs>、なんだあの、うん。いかにも乗り気じゃない感じを装うあの感じは何なんですか。いまいちゃうところね。へえ、割と早く奇数編乗り越えて、あのぬいぐるみか、ふわー。 ガラスの廃棄。え、引っ越してきてから来るの初めて。あ <laughs>、しっかりしてるし。誰かさんと違ってちゃんと覚えてるし。うん。あ、はははい。<laughs> ああ、はい。そうっすね。その辺もね、最近は特に大丈夫になったんですよ。ありがとう、ありがとうございます。すごいな、夏美 夏美ちょっとすごい優等生 <laughs> まあ別にいいんじゃないですか N 掛け長持ちしますよ以前ひながね夏美のお家にお邪魔した時にその時のこと思い出しますけどねあの違いを <laughs> お父さんに変からず死にそうっすね <laughs> 大丈夫ですかうんお母さん覚えてんのよね ひなが全然覚えてないっていうね可愛らしいなんというねえありがたい大事にしてくれてますしねうんおうなんだろうなんか心配事ひながあいつ友達できんのかみたいなまあこれはどこの学校にどんな子を通わせる親御さんでも思うかなそこの心配ねひなああ す、すげえあー、うわー、<laughs> すさまじいな。うん。売れる。これは売れる。うん。へえ。全部、はすげえ、埋め尽くされてんな。え、ゲームないのスマホもないしね。はあ。すごい。今時、変わってる。インドア花、ねえ。 インドア派なのに、しゅげ芸しゅげってね。んで、ガラケーか。へえ、そういうの興味ない子って珍しいですよね。普通ね、もっとね、お母さん、今時スマホじゃないの私だけよみたいな。よくあるし、テレビもないのとか、なんすか、ブランケットステッチ。巻、ま、き、あ、かかりっていうんですか、そういうの。はい。ブラン、ああ、やるやるー。 ほ本当になんかやっぱ変わってますよねずっとこうやって裁縫、ね、手芸ばっかりああやっぱあの若干ほつれてんのは夏美さんのでしたかこんなんでもねそんなもんですよそうですよ間違いないですよひなさんがおっしゃるんですから間違いないあらー可わいらしいねえ出来 <laughs> の いいじゃないですか。どっちでもいいじゃないですか、それは。どっちにしてもいいじゃないですか。はい。ありがとうございます。ああ、なんて、<laughs> やっぱ微妙に形も、うん。なんだしょ、<laughs> なん。んなんのテレだ、これは。うん。まあ、可愛らしい話、本当にね。 ああいう細かいところも微妙に熟練度の差が描かれてるってのはねねいいなだって何 <laughs> だ今の顔あんな顔することある <laughs> やっぱ縫い目の感覚もバラバラだったりとかその拙なさの表現すごい細かいし上手いっすねパッと見でなんとなくああいうのでも違和感覚えるもんだな さて部長いらっしゃいましたけどねそういえば先生しばらくお見かけしませんね今日はどうしますか何釣りますかアジゴなんですよでもう,ーんう,ーんう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 んなるほどえ部長が面白そうだってね意外だわはいガラカーブ そうっすねうん。なんでそれでまた悪だくみのネタを思いつくんだこの人は。うかつに何も <laughs> なんだ私はいいやみたいな。なんにも良くない。おへえ<ー>。なんだこっからねえでもいつもねああなるほどね。うわタコひげ屋のねえ赤井さんじゃん。ねえ。 あなるほどあれもタコヒゲ,がゲアがただ出てくるだけじゃなくてヒナが作ったっていうねうんうんほーずーっとそれをね今更さらふんんあれも今では本当にいい話だなうんうん うん。輝く笑顔。<笑>すごい今の。一瞬もう、当てられたな。あのひなの笑顔に。はい。なぜですかなんかあるんですかはい。入れないってことある別に試験ないでしょ大歓迎でしょ手芸部なんて。はい、そうですね。はい。ええー。 えーそんなすごい。男子ばっかりが。ああ、でもね男の人だらけって。同級生含むだろう。うん。お、なんで諦める必要があるんですか。怖い。男が並んでるだけで怖い。へーそそ、へーそうなんだ。だからってさっきの悪巧みじゃないだろうしな。わかんないな。 相い、変わらずよくわかんない人だ。あんなに男ばっかりってでもね。<laughs> いい。うん、なんすか。私も結構手芸、手芸というか縫い物ね、の類好きですしね。作る物とか全然嫌じゃないわ。時間かかってめんどくさいことあるけど。ふんふんふん。最終回に来て。 ああまあこれはちょっと部長下水んじゃないですかって言えない私もねあれずらっと並べてんのを見た瞬間に売れるって思いましたからねだってもったいないですよねただ並べとくのうん麦茶も作ったしみんなのね部のまあでもそういえばあのマスコットのねアオサギ が出てくるんじゃないかと思ったけど、こうやってなんか部のマスコット的な <laughs>、ずーっといい雰囲気で、さあ、これで感動的なラストシーンに、要因に浸るところかと思ったら、ありがとうございます。本当にってなんだ <laughs> それ嘘な可能性あるか。なぜ疑ったさあ、何が来るんだろうな あはいわ、はい、かりましたお安い声でしょ <laughs> 夏みからの冷静な常識人もうそれにしたれ、ね、もうそれでいいわ本人がいって言ってたからほんとにまあ最後に出てきてぶち壊したけどまあでもあー特別なエンディングですねああ まあでも一応最後にね、チラッとだけでもおいでな、<laughs> 本当に最後の最後まで顔形を、おー <laughs> こうたらない <laughs>。ね<え>。<laughs> いや、出ましたね、ひなさんのこの技。自分に催眠術を立てかけて、殺戮一直線モードのね、とかね。まあ、それも過去のエピソードね、手芸部に入るの入らないのも、 一話以来のこととかいろいろ思う <laughs> 本当にそう思うんだしねいろいろ思い出させますしまあ良かったじゃないですかあら店長もまたおいてんなっていや本当にいろんなことを振り返させるいい最終回だなうわもうほとんど家族ぐるみでの付き合いだったりとかね夏みんちでまた なんでしょうねまあ合宿とかね。あはは <laughs>。2期で多分だけど、実際に組んでしょうね。本編でね。<laughs> あー想像でね。はい。まああるんでしょうね。2期でね。まあ当然あるでしょうね。堤防ぐらいになったら。はあ、いやー、ほんとにいい感じですーっと最後、綺麗な着地されましたね。さすがですね。はい。 ほう、どうもお疲れ様です今日はいや素晴らしい締めでしたねうんうん、うんはあはあ、うわもう完璧だな最後の締め方素晴らしい本当に別にねこれまでなんかずっとねまあ政治で CT で動画工房さんですからこの終わり方 ですよねなんかその最後にラスボス戦があってまあキスがラスボスとは言えますけどまあでも大きい困難をね乗り越えてはいくんだけど割とその辺の山場山場というか主人公が大きく成長するブレイクスルーのところは結構最終回の方でも序盤のね前半で解決してであとはねまたゆっくりと静かに日常に戻っていくんですけど最後に次の挑戦ね。 俺たちの冒険はこれからだじゃないですけど、この先みんなの活動の中で起こりそうないろんな挑戦とかね、これから頑張っていくことを予感させるし、まあやっぱり先ほども本編内でも申し上げましたけど、これまであったいろんなことを改めて振り返させるし、で、最後にね、ちょっとした種明かしじゃないですけど、ああ、そういうことだったのねっていうね、<laughs> 手芸部が男子ばっかり。でもまあいい趣味してんなあの、<laughs> ほとんど男子手芸部とかしてるけど。 あの男子連中ねまあ珍しいっちゃ珍しいんだけどだからねあんまり最近じゃあそんなないかもしれないですけどね男で手芸なんてちょっとみたいなのは皆無じゃないでしょうからねなんか普通にそれででも手芸が好きだから手芸部普通に入ってなんかお互いに作ってやり方聞き合ったりしてんのねなんか頼もしいという感じもするしなるほどなるほどそんなちょっと面白いこともね明かされたりとかしましたけどなるほどね 前回のラストでね、部長にちょっとヒントをもらって、自分でね、学習して調べて、で、解決方法を見出していくというね、そっちの方向にちょっと促されて、歩き始めたひなさんの、あのー、夢中になって調べ物していた成果が、まあ、それはやっぱりね、ああやって調べたからって、順調に一筋縄に行って、超過が上がるとは、いかないだろうなと思ってましたけど、かといってどんな、あれでね、また、 困難があり得るかかとと思ったけどそういういこヒナのああいう学ぶことに対するねひたむきさっていうのはすごく長所でもあるんですけどあまりにも完全に模倣すぎてしまってて模倣が完全なゆえにわずかな環境の違いが長官に対して大きく違った結果を与えるというねそういう影響があったかっていうねなるほどでも諦めなかったし 本当に真剣だし、雑念の吹っ飛ぶやつですね。こうやって実際に自分が何か始めるとね。で、やってね、一回指摘されてましたけど、本当に一回でも手を加えて何かうまくいかないと、いくら失敗してもこだわって気が済まないっていうね。まあ、なんかわかりますね。私も書かなきゃいけない絵とかあるし、作んなきゃいけないモデルとかね、3D モデルとかあんのに、全然関係ない今必要でも何でもない、tips とかチュートリアルの 動画、まあ、おすすめに流れてきますから、ブレンダーのやつとかね、つい見ちゃうとね、今作んなきゃいけないものと全然関係ない技なんだけど、あ、そんなのあるのみたいな。試してみたくなってね。で、早く次の、この技が試せる時が早く来いうとなってしまいますしね。ああいう調べるとすぐ試してみたくなるっていうね。まあでもそれがいつか行きますしね。なんかすっごいわかる。ああいういろんな技を知ったら試したくなるっていうね。もどかしい感じ。でまあ本当に、 やっぱ、ああいう時って、ね、暑くなって、夢中になって、どんどん視野が狭まっていきますから、やっぱ一旦ちょっと休憩して、違うことに目を向けたりとか、脳が別のエンジンを使うモードの方に、ちょっと考えることを変えてみるというかね、そういうのを一旦挟むとね、見落としてたこと気づいたりとか、思い出したりとかね、なんかこうやってね、まあそのさっきのブレンダーで言えばですけど、画面見て、いろんなパラメーターいじってて、あれなんでこれ有効にならないんだろうみたいなね、レートレースが有効にならないとか、 なんかレンダリング結果の色がおかしいとかね、散々あって、でなんか全然違うこと考えてて、その時に、あ、そっかと、カラーマネージメントの設定おかしかったと、いつも無意識になってることを、今回に限ってたまたまやってなかったことに思い立ったりとか、オブジェクトスキャッターが全然動作しないなんでだろうみたいなね、もう有効になってんのに操作しないだけだったりとか、まあいろいろね、まあどんな趣味でもそうでしょうけど、本当にひなのね、ああいう葛藤とか、もどかしさとか、ふとしたことから、 活路が開けけてて難ととと思われた壁でも乗り越えていけると、まあ、うまくいいるまままううくくくききはね不思議にスルスルルすし、ね、っていうことがあってまあこれは前にもね教えていただいたりして分かったんですけどシリーズ構成が大体だけど原作の2話をアニメ1話にするぐらいのペース的には進んでいってお話の流れとかもそのままなんでまあこれも順当なシリーズ構成の結果12話でこういう内容になったんでしょうけどやっぱり動画工房さんね なんかそのシリーズ構成の伸縮率を変えて最終話にもっと一大決戦持ってきましょうよとかここで大どんでん返しをとか大団円で華々しくパーッと盛大に打ち上げ花火みたいに終わらしましょうよみたいなのには意識して下げてるかわかんないですけど今までの動画工房さんの作品で少なくとも明らかにそういうの狙ってないなっていうね もっと普通だったらねその最終話でやっぱりもっとセンセーショナルで感動的でだったり熱かったり何だったりとにかくド派手なね話題性ありそうな展開とか狙いがちなもんでしょうけどね割とスーッとあっさりとした。でまあ最終話にものすごいかといって別に手を抜いてるわけでもないし作品作りとして何らその手を緩めることはしてないんですけどなんかそういう安易な方向で。 よくある盛り上がらせ方みたいなことは、本当に、うん、記憶にはないな、少なくとも。お話の流れ上、自然に最後に割と大きな問題とか、解決したりとかありますけど、特に無理やりそういうふうに、そういう方向にねじ曲げて、構成したとかはね、そういうのは感じたことないですね。まあ最近のだと安、こうやあれも静かな終わり方で、ただそれまで、そのシリーズを見ていた人間からすると、物語をずっと追って、で、 登場人物たちと一緒に過ごしてきたりいろんなものに挑戦したり勉強してきた人間が見ていると本当にねいろんなことを思い出して感慨深い最終回にはなってるんですけどあとワタテンとかもねまタテンは凄まじいかったですけど凄まじいんだけどやっぱりものすごく落ち着いてて静かっていうねいつも通りのその雰囲気はそのままにただ見る人が見るとうわっこいつらマジやべえなっていうね鬼だなっていうのが明らかにわかる改めて浮き彫りになるそういう最終話でしたけどまあそんな感じでね 最終回だから吸って変に肩に力入った。そんな感じは全然ない。でも本当に最後の最後の1秒までこの作品をずっと追ってきてでみんなと一緒に過ごしてきた視聴者のみんなと一緒にこれまでの思い出も共有したりとか改めてこの一人一人がね恋しくなるような人物の描き方ね。うーん。ちょっと今までになかったねひなとなつみのやりとりとやりとりの間に生まれるちょっとしたなんか。 今まで見せなかか、か、った表情とと反応とか初めて出て出くるものがあったりとかね。まあいいっすね。この改めて堤防の最終回で部長に手芸部だった <laughs> 手芸部やったねって言われるぐらいほんとその通りにね手芸の話になってでただ今になって入りたてじゃなくてもう堤防部どっぷりので経験も積んできた今だからこそこの手芸のね中で作られるものが堤防部ならではのものだったりとか変化とか これまでヒナがね、経験上積み上げてきたものとか出てくると。で、まあ、最後にね、その、やっぱりこの後もどんどん展開っていろんな方向に広がっていくんだなっていうことを予感させる様々な場面の短いカットですけど、まあ、2期どうでしょうかね。ただ、堤防はこれまでね、動画工房さんやられてて、いい作品で、で、2期待たれてた作品たくさんありますけど、 結構可能性高い方じゃないですか。人気ランキングとかね、人気投票とか見ても、だいぶいいところ取ってますし、原作は2期できるぐらいのストックはあると、原作の状況を把握されている方のコメントから察するとあるみたいですし、あと割とね、あの、関係各所に協力仰いでいて、で、その辺のね、話も2期からはね、そういうことがない作品でも1期のアセットがありますから、2期は0から1期作るときよりは、 リソース的には入れやすいんだけど、さて、見通しですねっていうね、ことですね。まあ、その辺も得りやすいですし、関係各方面にもう話ついてますから。あとは、まあ、円盤とか、最近は円盤のね、売り上げが続編作成の可否判断に与える影響は、それほど支配的ではなくなったとはいえ、まあ、円盤でしょうね。あとは配信でしょうね。海外配信、海外配信関係からの収益が今や半分を占めるようになったというね、アニメ業界ですけど、 あとは海外での反応ですけど、海外での反応も、うん。やっぱランキングになると国内よりは落ちますね。ただ20位以内には相変わらず食い込んでまして、そこそこ人気なんじゃないかなと。あとはまあ、わかんないですからね。いろんな歯車がうまく噛み合うかということでしょうね。ただこれまでの CGDCT とか動画工房さん担当作品の中では割と続編の可能性高い方なんじゃないかなという感じですけどね。 さあ、あとはこの後どうなるかですね。ただね、最近2期ラッシュ、続編ラッシュですよね。まあ、これは本当にただ羨ましいっていうだけの話なんですけど、宇崎ちゃんさんと可能かはすでにまだ息期終わってないですよね。ギリ最終話ぐらいか、早い人でも最終回見終わったばかりの時に、もう2期のアナウンスメントね、あるっていうね。まあ、それは早くて本当に羨ましいんですけど、まあ、それ以外でも、ここのところ私が注目してる作品、好きな作品、 続編を待ち望んでた作品で続編ラッシュがありまして、まあ来季10月からご中3の3期があると。で来季私はね、2期をまだ見てるでしょうから、3期いけないんですけど、まあそれがあって、でストパーの続編もあって、で来年にはね、ゆるキャンが来て、のんのん日和が来てと、はあ、と思ってたら、じゃあしんちゃんはさっさと3期、もう走り出しましたよとなりましたし、 そんなこんな言ってるうちに、街角魔族の2期が決まって、マジで、街角魔族の2期来んのっていうね。なんで、まあ、堤防の2期もね、これは堤防もいけんじゃないかと。ちょっと、意を強くした次第ですけど、わかんないですけど、街角魔族の2期かっていうね。うん。いろいろ待たれてるさっきありましたけど、その中でも特に、私が出入りしてる界隈で、続編を待ち望む声の高かった街角魔族が来ると。なんて言ってたら、今度は、馬娘の2期。あはは。 だからね、日記ラッシュ、続編ラッシュなんで、さあ、この流れに乗って、乗り方わかんないですけど、どう乗りゃいいのかわかんないですけど、なんかしら乗って、なんとなくふわーっと、この流れに乗って、堤防も、日記来てほしいっすねー。っていう感じですね。まあでも、本当にいい作品だったし、いやー、もう、最後の最後まで楽しかったし、本当に、ひなもなつみも、その周りの人たちも、なんという愛らしい人たちがいるんだろうっていうね。先生、途中でね、だいぶ、 大暴れされれさまましたししししたたた私もも散々申し上げましたけどそれでで最終話にちゃんとと出番があってよかってかなという感じですしねお父さんお母さんもね、<laughs> そういえば、夏美の弟さんは忘れてましたけど、二期だな。二 <laughs> 期の楽しみにしておきましょう。二期で何やるんすかね。わかんないですけどね。多分だけど、ガラッとフィールド自体変わるかな。景色も変わって、みたいなことがたくさんあるんでしょうね。川でエビ釣りの時もね、だいぶ、 違う世界に踏み込んだなっていうね、同じ釣りなのにっていう感じ強かったですし、まあ2期になったらさらにどんな見たことない世界に踏み込んでいくのか楽しみですけどね。まあわかんないですね。はあ、まあでもね、この後ね、この素晴らしい最終回のリアクションとディスカッションを拝見していきますんで、それがまず楽しみで、あとは、そうですね、締めくくりで、季節的には年末とか、もしかしたらいきなり、いきなり最終回で済むかなと思ったけど、まだまだ全然夏で、 以前にもちょっとね、触れましたけれど、部長をね、3年生ですよね。なんで、部をどうするかとかね。で、学年みんな上がると、今度は新刊だ。っていうね、新入生を勧誘するというね、という話もね、まだそこに至らなくても、そろそろ考えないとね、ぐらいの話はあり得るとは思ってましたけど、まだまだ全然。なんで、まあそういう意味でも、2期に入ってもたっぷり活動時間がありますよ、という感じですね。この辺はね、ちゃん、いきなり1期のワンシリーズの中で、 いそういうね、世代関係承の話まで描いた子イは珍しかったんだなっていうね感じですね。あと子安と違ってやっぱりその一番大きい夢はまだまだ遥か手が届かなくて下手したら生涯追い求めることになるかもしれないっていう作品とは違ってああやって一つ一ついろんな獲物を攻略していくっていうね作品なんで長い旅路の途中っていう感じで終わるんじゃなくていろんな旅を 区切りをつけながら進んでいくというこの作品でね、一つずつ山棒ごとにお話が完結してて、っていう構成で最後もね、締めくくりと。うん。なんかすごいその余韻が爽やかな作品ですね。まあそのね、大きな目標が残ったまま第一期が終わるっていう作品も、それはそれで、あらどうなったんだろうとかね、心に残る余韻があってそれはいいんですけど、宝石とかね、<laughs> 宝石は残しすぎだろっていう感じかもしれないですけど、まだ2期待ってますよ、私は。とかね、まあいろいろあるんですけど、 よくあるのはね、その大目標に向かっている途中で一気終わる作品だと、最後にその、もしかして本当に今まで追い求めていたものは、僕たちの身近にあったのかもしれないみたいな、本当に大切なものは、もうすぐそばにあった、みたいな終わり方もね、よくありますけど、<laughs> この作品ではそういうのはありえないですね。もしかして本当の魚は、僕たちがこれまで歩んできたこの旅路なのかもしれないみたいな、そういう私的な方面には行きませんけど、まあでも本当に相変わらず楽しくって、で、まだまだ、 この後いろんな冒険とか挑戦ができそうな堤防でございましたね。今回もどんな感じに反応あるか楽しみですけど。で、まあこの後海外の反応とかリアクションディスカッションもいろいろあるんですけど、まずはニコ動の方のね、前回11話にいただいたコメント、11話のリアクションにいただいたコメントを拝見していきたいと思います。えー、まず6話感想でよく覚えてらっしゃいますね。そう、これはね、これまでシリーズ構成に関していろいろと教えていただきましたけど、 6話感想で予想した通りのシリーズ構成で着手しました。やったぜということでね。まあこれはね、最終回だけは急になんか構成変わったりとかありますけど、まあこの先の場合は本当に予想された通り。ということは、あれが出てくるとか、これが説明されるぞとか、期待されてた話もちゃんとその通り出てきて、で、まあね、原作からのファンの方はね、これが描かれないと大事なとこ伝わらないんだよなとかね、 こういうところも一通りカバーして今後の展開に厚み出してあるんだよなっていうね。これはね、アニメ化するにあたって、その、アニメ化の方のスタッフさんがどれだけ原作に込められたそういう作劇上の工夫とか意図とか組めるかって保証ないですからね。まあそういうところも含めてかどうかわかりませんけど、とにかくやったぜということで、原作からのファンで、かつこの作品を楽しまれてて、という方がシリーズ構成上を 期待されてた、いい着地をされたみたいなんで、この辺は原作ファンの方も納得というか、安心というか、さすがですね。ありますもんね。そういうことが過去何例もあって、炎上とかね、あるはずなんですけど、で、そのアニメ化するにあたっての作り手の皆さんも気をつけてるつもりなんだけど、大事なところをね、飛ばしてしまったりとか、ファンの期待を裏切るような形になって、とか、未だにありますからね。堤防でもないとは限りませんから。まあ、この辺良かったですね。で、 ね、アバンに「危険な魚たち」の一部で24話のキスと25話連続で原作でもなっててでそれが A パート B パートになるほど本当に綺麗になぞってんですねってことはこのねこの辺も2期やりにくい作品とやりやすい作品って出るんですけど最近ではねなんかこの堤防の時にすっごいよく出てくる「邪神ちゃんと波を聞いてくれ」 まあ最近見て印象が強いし大好きな作品だからでしょうけど波を聞いてくれば原作ご存知の方からご覧になるとこれ2期にまたもしやって戻ってくるとしたら結構大変だぞというところあったみたいですねまあそんなのもあれば堤防みたいにまっすぐ2期にスムーズに接続できていける作品もあるとまあこれはねそういう意味でも2期の始めやすさの指標の一個になりますんでありがとうございます釣り人っていう雑誌 ででししょょううねねあるんでしょう、ね、え監督インタビュー Web 版がウェブ掲載版がアップされたから読んだけどゆっくりリールを巻く動作などは <laughs> 何回出てきましたっけ <laughs> 手抜きできなくて作画枚数が増えるそうでうんそうでしょうねだって1話でいきなり出てきましたもんね夏美がヒナに声かけられてで飛びつく直前までリール巻いてましたけどあの時点ですでにまただからそういうさみんな いかにそういうところを避けて枚数を減らすかっていうところに自分から飛び込んでいく。何どうはい、もう、はい、わかりました。もう、やりたいだけやってくださいよっていうね、感じの、あの動画工房さんの自分から枚数を増やしていくスタイルね。うん。まあでもそうなんだ。監督がすでにそうおっしゃってるぐらい、やっぱわかっててやってんじゃんっていうね、ゆっくりリードを巻くとさ、そうですよ。うん。大変ですよ。わかってますよね、それね。 どう見てもわかってんのに、そこに自ら飛び込んでいってますよねっていうね。なるほどね。まあそらそうですよね。でもはい、わかりました。改めて動画工房さんは、あれをわざとやってるという証拠がもう一つ追加になりましたんで、見てでの感想だけじゃなくて、インタビュー方面からもそこに追加の証拠が突きつけられたと。お前わざとやってんだろっていうね。声に枚数を増やしておりますぜ、こいつらっていうことがわかりました。ほんとどうかしてますよね。あの人たち。で、あ、そうですね。これですね。うん。 こういう道もあるというね、ロールモデルの一個になれる。それはそれで、虫栄ダメでも大丈夫な商人として新人勧誘できるかも、というのになりますし、あと、まあ、これは強みの一個になりますけど、もっと広く、新人にもそうだし、あと、もうすでに虫栄でしか釣った経験のない人たちにとっても、実は疑似栄でも釣る道があるっていうことは、大きな情報だし、知恵でもあるのは間違いないんで、これはダメだったひなさんだからこそ、見いだした新たな活路の一つと。 いうのは今回でも申し上げましたけどもともと向いてたり才能があって強みを持ってる人だと逆に素通りしてしまってその存在に気づくこともないような別の道をひなさんがこれはね誰のまあ部長のねご指導はありますけど誰にも頼らずに間違いなくひなが一人で切り開いてきた生き絵を使わずに疑似絵でも十分な超過を上げる方法というものは堤防部ではひなが切り開いてきた道なんだぞということはね こういう更新、新人、新入生、勧誘とか、新人の指導とか、他の生き江でしか釣ったことのない釣り人の皆さんにとっても、自分では試すことのない技術をいろいろと調べて実践して、創意工夫、試行錯誤して、やり方の一つを確立していったという、ね、一個のロールモデルにもなりますし、これはひなさん、もう間違いなく誇っていい成果だと思いますね。超過も大事ですけど、その超過を上げる方法を見出すということの方が、 はるかに貴重な知恵になりますからね。あの、よく言いますけどね。本当に大切な友人には、魚ではなく、魚の釣り方を教えろっていうね。そういうこと言われますけど、本当に大事なんですよね。これもね、このシリーズでは散々申し上げてましたけど、本当に釣りっていうのは、仕掛けの一個一個から、餌から、糸から、竿から何から、先人の英知の塊なんだと。で、その長い、で、分厚い先人が作り上げてきた英知の系譜に、ひなさんが一個、ね。まあ、他に、 まあ、ここにもね、いろんな人がやられてんでしょうけど、ひなさんはひなさんなりのやり方で、一個、新しい道を接続したと。いうことでね、これは本当に、超過とはまた違った別の大手柄でしたね、という感じですね。っていうのが、前回11話の動画にいただいたコメントでございました。コメントをくださった皆さん、前回もありがとうございました。今回もどんな感じに反応あるか、楽しみですけど、まあ、11話はね、そう、海外のリアクションとディスカッションですけど、さっきもちょっと申し上げましたけどね、 やっぱり若干そういう法則あるなっていうね。11話になるとみんな元気がなくなってやっぱ終わり見えてるからっすよね。11話のコメントとかは少なくなるの法則わかんないですけど。まあ、先によるでしょうけど、これが最終話まで来ちゃうと、やっぱり最後にね、みんなで花々しく作品を見送るってこともありますし、最後の最後で言いたいことをね、書き残していくって方もいらっしゃいますし、最終話まで来るとみんな一斉に ワイワイ語り出すんですけど、11話はなぜか、同社みんな元気ないぞみたいなね <laughs>、いう状況になることが多いので、前回もすごく少なかったですね。これまでにないぐらい少なかったんじゃないのっていう感じです。なんでね、今までちょっと前回とか特にね、明らかにヤバい長さになってましたんで、まあ今回は割と短いですし、その中でもさらに絞りましたんで、そんなにご紹介するものはありませんけど、リアクションディスカッションでは、まあ相変わらずのメンバーがそのまま続けられてると、 あとは点数ですね。今、ほらやっぱりね、このパターンですね。まあこのパターンにならない作品もあるんですけど、やっぱり堤防はこのパターンでいったかというのは、5話、6話ぐらいの時ですかまだ7点に届かなくてもうちょっとなのにな、みたいな。なんでこんな低いんだよ、みたいに、やきもきしてる人が多かった堤防なんですけど、やっぱり11話の時はまだ7.0いくつだったのが、急に上がりまして7.3、4と、今、リアルタイムで。 まあ、やっぱりこうなったかって感じですね。どうだ、見たかと。で、前回ご紹介しましたけどね、確か。10話ぐらいになって、他に見るもなくなったから堤防を見始めてみたけど、いいねっていうね、人もいらっしゃいましたし、今頃5話、6話の人いらっしゃるんじゃないですか。なんでね、2、3日前に見た時よりまた点数ちょっと上がってるっていうね。まあ、最終話とか最終話付近になって、ぐいっと上がると。波を聞いてくれる時と同じパターンですね。これはね。まあ、これは、 マイアニメリストの皆さんが慎重な評価を下したがる傾向があるっていうのはありますけどね。わからんぞと、最後までわからんぞと、棺ぎを置いてっていうだろうみたいな、そこまでおっしゃってるかわかんないですけど、でもそうなんですよ。最終話直前、もしくは最終話に大ごけする作品って別にないことないですからね。なんで多分だけど、最後まで、もしくはもう最後にこのぐらいの中に収まるだろうなという、ある程度の傾向が明白になってから、 ざーっと一遍に前話点数つけ始める方もいらっしゃるかもしれませんし、最終話になるにあたって、あやべ点数つけ乗せてたということで、バババーっと高い点数を投下されてった方がいらっしゃって、こうなるのかなっていうね、感じですけどね、予想なんでわかんないですけど。っていう感じで点数はまさにうなぎのぼりと、うなぎは今大変らしいうなぎのぼりという感じです。で、あとはですね、まあ点数も高いんですけど、ディスカッションスレッドでの前回ご紹介した、その、 エクセレントの割合が非常に高かったんですよ、10話っていうのを前回ご紹介しましたけど、11話はさらにエクセレントの割合が高くなっておりまして、私が見た時はですけど、87.88がエクセレントと、うん、コメントは少なかったけど、投票はエクセレントが非常に多いと、みんな本当にいい話だったっつって、エクセレントに投票はするんだけど、やっぱりなんか喋る気にならないというか、感じかな。 でしたまた今見たらね、変動あるかもしれませんけど、私が見たときはそんな感じですっていう感じですね。あとはディスカッションで、で、さっき申し上げました、あの、内容が短い、少ないっていうのは、もう一個要因ありまして、部長の指導方針あれどうなみたいなことが結構長いディスカッションになってまして、そっちの方にいろんな人のコメントのリソースが下がれてて、なんでその11話全体、もしくはヒナのことについて、お話の流れとかに関しては、 それに押されたとか、それに裂かれたとかいう要因がどのぐらい大きいかわかりませんけど、そっちの話がね、下手したら半分近く、黒岩の指導方針について申し上げたきことどもありみたいな話があって、いや、本編見て黒岩部長の言葉の端々拾ってたらわかるけど、あれはあれで一つ理にかなった指導方針なんだという反論があったりとか、いや、それにしたってみたいな、うん。 実際、ひなはどうだったかみたいなことを話し合ってたりとかしてね、すごい賛否両論、大変多かったです。多かったんですけど、結局、最終的に、まあ、お互い言いたいこと言い合ってになりましたし、別に、まあ、どっちか、このディスカッションを通じて、まあ、部長に対する理解は深まったでしょうけど、あと、作品に対してもでしょうけど、ただね、部長はもう、これまでずっとシリーズ通じて拝見してましたけど、 そういうところにいい加減だったり、手抜いたり、冷淡だったりする部長では全然ないということが、これまでで、じゅうじゅう分かっておりますんで、で、私としても、ああ、もう全然、はい、そうっすねっていうね、感じでしたしね。あれでね、あのー、あそこでひなが本当に諦めて、もういいやってなるまで、一回そういう経験をさせるのも、で、そこからリカバリさせるのも、すごい大きな糧になるでしょうから、あそこで出てってね、日が暮れる前に、 こうやっったらら言いたいとかかて、1から10まで教えてたたらどうなっかかね、分かりまませんし、まあこれはねやっぱりこの作品にすごく愛着の深い方とかこれまでずっとご覧になっててこの人たち本当に堤防好きだなっていうね方々のコメント拝見すると部長のあの指導方針は自分も賛同するところが多くあるというコメントが多かったんでまあこれは割れてましたけど今回第12話でその結果がどうなったのかご覧になってまあわかんないですけどね 部長のあの指導がどうだったと、12話から振り返って感じられるか、その辺ももしかしたらコメントあるかもしれませんけど、で、ディスカッションですね。カウンター屋さんですね、まず、うーん、実にまあ、真面目というか、細かいというか、あの、ワームはバグかんとからね、本当になんかこの人は、うーん、すごいなんか、子供っぽさと、ひたむきさと、なんかその、登場人物に対する、眼差しの温かさ、みたいなのを感じてね、 それまでもたまにいろんな作品でお見かけはしてた方なんですけど、あ、カウンター屋さんの人だっていうね、の方のコメントですね。ひなは今日から悪夢の中で虫を見始めそうだが、うまくいけば彼女は本当にそれをひっくり返して、来週には何らか何らか捕まえることができるぞ。っていうね、ひな頑張るですね。うーん。まあこれはね、いろいろと、部長の荒紗っていう人も、とにかく何人せよ、ひなの頑張り、その、折れない心には期待していると。 ひな頑張れっていうのは注目の位置するところでしたからね。私はこの作品がこのようにひなこそが追加の下調べをする人になりそれが彼女にいくつかのより多くの成長を与えたところで二部構成になったのはそれがより清々しいエンディングにするためにはありなやり方だと思う。あと一時停止したとあと一時停止したときに細まか。私は一度に彼女の感情のすべてを羅列するこの面白いひなのトリプルフェイスを発見した。<laughs> ありますけどねフレームのあいまあいまにね。 こういう誇張表現とか中割りのフレームだけこうやってねデフォルメ強くしたりとかねありますけどその中の本当に1フレームだけをわざわざ切り抜かれてますけどしかしこれねなんか本当に目まぐるしい流れの動作の中の1コマなんでしょうけどいちいち1つ1つちゃんと書いてわるっていうのがなね省略気味に顔とか手とか書かれてるんですけど書かれてるものはちゃんと全部で表情もねトリプルフェイスの1フェイスごとに 書いいててあるっていうねで、例のね、ブランクフェイスのカウントに関して、またしても、デッドフェイスズのために、過去のエピソードに目を通すのを忘れていたことをお詫びする。<laughs> 真面目だな確か以前ね、見返す時間がないのでっておっしゃってましたもんね。まあ、最終回後にやられますか来週が最終回なので、今度こそ忘れないようにしないといけないね。うん。実に律義っすね。真面目だな本当に。まあ、じゃあ、この後のディスカッションで拝見できるでしょうかこの時点で、 集計表にに追加するのののは半端ななな感じなのでで最後の投稿で大きなアルバムにまとめようと思う、うん。宣言。すごい仕事をされるなぁ。何をカウントして何をカウントしないのかというのは私にとってもまだ曖昧なので完全に死んだ顔でなくてもヒナの目が2色のベタ塗りの類になるたび加算している。今週追加したアルバムはこちらということでまあヒナのねあのブランクフェイスデッドフェイスに追加する候補を挙 <laughs> げられてますね。 まあ本当に今回ね、最終回でもそうでしたけど、最後の最後までいい顔芸をされるひなさんでしたね。いつものように何か提案や修正がある場合は、まずは私に知らせてほしい。ありがとうと。ということで、今回もお疲れ様でしたと。うーん。コメントは全体的に少ないし、その黒岩部長の指導方針に関してのディスカッションがかなりの割合占めていた前回ですけど、さすがこの方は <laughs>、ご自分の仕事の進捗報告も兼ねて物語と これまでに出てきたね、要素について、構成についても、ご自分の意見を書かれておかれると。で、やっぱりね、こちらも、スティッチーズのレオン・ケブラーさんですね。このスティッチーズの方ね、私、気づかなかったんですけど、馬4の方でもお見かけしてますね。何回か。後で遡ってみたら、あ、これこの人じゃんっていうね。の、また、作られましたね。大野のお刺身、ひな美味しさに焦点。堤防部、ひなの新たな仕掛け。肝があるひな、ひな全仕掛けをこしらえる。ひなキャスティング。 で、大野先輩ですね。うん。もうみんな出てましたけどね。その、それぞれのキャラのいいところ。大野先輩、相変わらず、もう、わかる。本当にもう、何回聞いたかわかんない、大野先輩が。なんか出てきて、その、個性の一端が明るみに出るたびに、I love her ってね。何回聞いたかわかんないですけど、最終回も良かったですね。大野先輩は、本当に。釣り上げからお膳立てまで。 その場でお刺身を作ってくれる大野先輩は、まさに特別なワイフ人材。刺身と天ぷら。いつも羨ましがってるばかりだったが、今回は違う。一晩解凍した上等なアヒマグロ。これがね、調べたんですけど、後で申し上げますけど。をやっと手に入れたので、後で冷蔵庫から直送で刺身を手に入れることができる。というね、産地直送じゃないですけど、せめて冷蔵庫直送で。のアヒマグロなんですけど、これ、ご存知の方には常識で、 私が調べたこの辞書通りの辞書つたってウィキペディアですけど辞書通りの説明で釣り人の皆さんとかもしくは海産物が好きな方が認識されてるかどうかわかりませんけどちょっとずれてるかもしれないですけどキハダマグロのことなんですねスズキ目サバカってさほら <laughs> マグロなのスズキなのサバなのっていうねもう本当にねこの辺はね魚の分類の世界やばいなっていうの もう本当にぐっちゃぐちゃでわけわかんないし、で、さらにあだ名があって、それが地方によって違うとか、もうこれ名前の件はね、お手上げですね、に分類される魚の一種と、全世界の熱帯、亜熱帯海域に広く分布するマグロで、缶詰や刺身などに用いられる重要な食用魚である。我が国での流通量はわかりませんけど、もしかしたら、あのー、ライトツナとかシーチキンとかがキハダマグロだったり、その時手に入るマグロだったり、かわかんないですけど、日本ではキハダマグロとも呼ばれる、 で、ハワイででで、はアヒと呼ばれるんですって。でポケ、過去ポキの食材として用いられるんですけど、なんで、ハワイでの名称がアヒなんで、この方、レオン・ケブラーさんがアヒマグロっていう名称を用いられてるのは、この方、ハワイの方なんですかねっていうね、想像させますね。あと、ハワイだと日系移民もすごい多いし、マグロが食用として重宝されてる背景には、その影響もあんのかなと、想像させるものがありますけど、 なんですって、アヒマグロね。え。アヒマグロ一つでもこうやって調べると、いろいろ分かったりとか、想像をたくましくさせるものがあります。ヒナはあのキスの天ぷらを、ちょっとだけ楽しみすぎじゃないかねっていうね。ま、あこの先はやばいっすよ。メシテロ。今回も大概でしたし、これまでのシリーズでも、特に貝によってはね、その貝の超過によっては、アビ狂観の地獄絵図というのがスれで繰り広げられたりしましたけど、ま、あやっぱり前回はね、冒頭で軽く皆殺しにしといてっていう感じでしたからね。 でも本当にこの方は前からですけど、まあ、このスティッチーズをね、作られるのも大した熱意なんですけど、一個一個その回で気に留まったこととか、感動したこととか、感銘を受けたこととか、ずらーっとこうやって書かれてますけど、これはどういうね、メモでも取りながらご覧になってんのか、後から思い出してずらずらーっと心に浮かびゆく吉名仕事を書いてたらこうなりますかねか、よっぽど堤防が好きか。うん。 よくこんだけ書くたるなっていう感じですけどね。そしてこの反応を見たときは、あの、ひながヤブらラ棒にキスつりましょうよーって言い出したところ、なんか微妙でしたよね。あ、あ、ああ、みたいな。そうねっていうね。あの反応なんだったのか私も思いましたし、これはスタントさんもランダムランボプロダクションズさんの皆さんも全く同じでしたね。え、なんすかなんすかっていうね。まず絶対、 全員言ったのが、私もそうですし、スタントさんも、ランダムランボープロダクションズの皆さんも、絶対みんな言ったのが、なんすか難しいんすかみたいな <laughs> そう。これなんですよね。難しいんすか準備が大変なんですか中高いんすか危ないんですか下ごしらえが大変なんですかみたいなね。みんな口口に、行く同音に全く同じこと、特になんすか難しいんすかっていうのはね、全員言ってましたね。ディスカッションでもこれはね、ほぼ皆さんがこの場面について触れられてる、 ほぼ全員が同じことをおっしゃってましたね。みんなの気持ちがあれだけ一つになるっていうね。その反応ですね。この反応を見たときは、起草するのは難しいということかと思っていたのだが、まさに。これはもう全員思ったでしょうね。どうやら単にヒナが誤解の餌にどう反応するのかを心配していたようだねっていうね。で、この方はね、ここでは、ラグワームって書かれてるんですけど、これ5階なんですかね。またね、虫の名前でもいろいろあるんでしょう。まあ、とりあえずここでは、ラグワームと。 ちなみに前回の字幕では単に Warm でしたね。本当は種類があって、部長の説明もあったんですけど、まあそれはそれで和名をそのままロマジーで書かれてて、多分あれが英語では何に当たるのか、調べるのがめんどくさかったか、そこは特に重要ではないと判断して、日本語をとりあえずロマジーで書かれるにとどめられたのか、一応英訳できたらしようと思って調べてみたらあ、やっぱりダメだったということになったのか。ね、あの場面であそこで使われてる。 イソメとかの類が西洋でも使われてて英語圏での名前あるかとそれに時間費やすのはちょっと B シ C 以上却下という判断になったのか分かりませんけどまあとりあえず和名和名というかあの部長が言ってた名前をそのままローマ字で書かれてましたでこの方はラグ・ラームと誤解らしいんですねこれがあとまあねひなはまだ仕掛け選びのプロには程遠いがゴールデンウィーク中の失敗から学べたのを見れてよかったとうんそうなんですよ あの、適当にそこらにあるもの、どれも一緒しよって、担いで持ってって、とりあえず、店長におすすめされたエサックつけてぶん投げりゃ、味ごごときが <laughs>、味ごのくせにっていうね、あの、舐め切った、とかやってたところから、学習したんだというのね。この辺はね、何の話だっけっていう人と、この方みたいに、あれを強烈に覚えてる方、いらっしゃいましたね。私もね、あれは面白かったですしね。あれでヒナが調子こいて、適当な道具選びして、 で、一人で釣りに行くところを見て、おいおいと、そんな装備で大丈夫かと思いながら、じゃあお前は正解してんのかってね、自分にすぐ疑問が湧いてくるというね、なかなか面白い、その、視聴者の気づかせ方するなっていうね、ことありましたし、印象強かったんで、よく覚えてます。で、それが学べてるようでよかったと、おいおい動画工房よと、うーん、まあ、 まあ前回もそうでしたし、今回もそうですけど、まあもうずっとですよ、これは。あなた方は私に窒息を破って、とにかく海に行きたくさせたぞ。これはね、海外ではどうなんですかね、今の状況。まあでもこれはね、その、聖地巡礼エピソード、また邪神ちゃん、<laughs> またかっていうね、どんだけ邪神ちゃんの話すんのっていう話かもしれないですけど、本当にちょうどいい例があるんで、あの、ちと編ですね。あれがあったときに、観光誘致エピソードとしては、 公開するのに最高のタイミングとは言えないねっていう意見がある一方で、いや、実は完璧なタイミングだとも言える。なぜなら観光に行きたくても行けない人が今ぐらい世界中に溢れてる時はないからみたいなね。ディスカッションがあったりとか、まあ、行きたい方にとってはせめてアニメの中で行けてよかったと思うか、アニメで見たせいで余計に行きたくなって爆発しそうになるか、まあ、両方でしょうね。とにかくもう本当にちっきょちっきょという今のもう世界的な状況ですからね。 あの背景の景色がただただ美しいと、はあ。でね、ちっちゃいボケですけど、みんなも全員釣りのことなんて忘れて、ひたすら水遊びを始めたんだねっていうね、ツッコミですね。なんか当たり前のようにふわふわーっとビーチエピソードの定番の流れに行きかけましたけど、大野先輩が微動だにせず、現実に引き戻すっていうね。まああれはね、大野先輩が水苦手っていうのもありますけど、一人だけ冷静に釣りはっていうね。で、餌ですね。うん。なるほど、そうやって使うんだっていうね。 ってことは、餌はあのうちのほんの少ししか使わないの。私は虫をまるまる使うものだと思っていたよっていうね。そう、ちっちゃいんですよ。あと、何で見たっけな、これ。多分、堤防を見てるから、おすすめに流れてきたんでしょうけど、釣りの動画がポップアップしてきて、なぜこいつら俺が堤防を見ててハマってるということを知っているんだっていうね。どっから勘付くんですかね。ウジ虫使う獲物いるらしいですね。なるほどね。ね、あのー、カニカマの時もびっくりしましたけど、 だだけ使ううんだなっていうね私も生きえねイ虫、芋虫で釣ったこと何回もありますけど、あれは何だったんだろうな白いやつでしたね。ウジ虫ではなかったけど、わかんない。割とでっかくて、白い芋虫で、割とでっかくたったっっ,たって、あの、ちぎらないで全長で前回夏みがつけたのと同じぐらいの大きさ。ちょっと大きいかな、それよりっていうぐらい。ウジ虫よりは全然でかいですけど、あの前回の,あの夏みがつけた ちぎってつけた餌よりはちょっと大きいかなぐらいのなんか白い芋虫でしたねなんですよ確かに私もそんなに意外には思わなかったですけど私の乏しい経験でも虫はまるまる使ってましたね夏みがまた夏目になってるけど夏みがワームを <laughs> 夏みがワームを引き裂きながらヒナをただ見ているのには受けたあれには本気で声を上げて笑ってしまったと すっごい何の気なしにブチーってちぎりながら、あっていうね。<laughs> まああれはね、笑ってる方多かったですけど、あそこ開けたっていう方ね。それとその直後のね、ヒナのあの全力のリアクションととんでもない身体能力。あれで運動音痴ですかまあ音痴ってね、不器用ってのあるかもしれないですけど、潜在能力はとんでもないものがありそうですけど、キスが少しも釣れなかったヒナはかわいそうだ。でもね、結局あのキャスティングで腕にも何か痺れは残ったろうし、うん。まあ本当に丸々、 でも、あの時のね、夏美のかわいそうじゃんっていうね。ああいうところですよね。夏美のいいところというか、ひなにとって夏美とね、出会ってっていうか再会できてよかったねっていうね。ああいう友達ができてよかったな。まあ、なんでそれはね、今回のお母さんお父さんの安心もわかるんですけど、ちょっと夏美さんだいぶまあね、特にね、その、やっぱり客商売、実家が客商売やってるうちの子ってすっごいしっかりしてますもんね。 やっぱクラスに何人かはそういう人がいて、普段はなんかふざけ倒せたり、授業中もチャランポランだったりするんだけど、なんかで電話対応とかあったりとかすると、とてつもなく頼もしいっていうか、大人じゃんっていうね、急に大人に見えるっていう、周りに先駆けていち早く社交儀礼を身につけつつあって、ちょっと、あれ大人っぽいみたいな。やっぱ客商売ね、実家がやってると、ああいうとこしっかりしますよね。なんでね、まあ、ちょっと夏美さんね、 平均95円もありましたけどね。うーん。まあでもあれはあれで、その、毎回、お前いちいち一言多いんだよっていうね、ひなですけど、あれで逆に劣等感を覚えて、私は釣りでも先んじられてるし、勉強もダメで、みたいなうじうじしないところは、まあそれはそれでよかったですね。あの言い草はちょっとね、それ聞いた時はイラッとするし、腹立つんですけど、でも逆にじゃあ、その釣りでも、いろいろ教って悔しいと思ってるところに成績でも負けて、 落ち込んだりいじけたりしないっていうところはまあこれは本当にヒナのいいとこですねああいう憎たらしい物言いもね口は全く聞こえもするけどやっぱり可愛らしくなるとであのね餌 <laughs> の使い方どうやら餌の袋には使い方が添えてあるらしいあれはなんかちょっと身につまされるというかマニュアル読まないでいきなり使い始めて全然うまくいかなくてなんだよこれみたいなちょっと心当たりあるんじゃないかっていうねあのくだりですけど誰しもが 頑張れ、ひな。ちょっとそれを読めば、初のキスが釣れるかもしれないよというね。あれ、ちょっと読んどけばねっていうのね。今回出てきましたけど、なるほど。でもね、そのマニュアルも万能かというとね、その上でですからね。ああいうものもちゃんと読んで、で、実践してみて、状況に合わせて、試行錯誤して合わせていくと。で、さて、その、割と珍しいぐらいの感覚学の議論を醸していた部長の指導ですけど、黒岩先輩のただひなにやるべきことを、 直接言わないやり方が好きだとと基本としてもも調べさせ教えもするうんまあこれは人によるでしょうけどああいう役回りってそらやりたくてやる人いませんから憎まれ役じゃないですけどああいうところにね出てって甘やかしてこうこうこうしたら言いたいみたいに教えてあげればまあ一時としたわれもするし人気の部長みたいなみんなから好かれているみたいななるかもしんないですけどそんなことは あんだけしょっちゅう悪だけみしてる部長ですけど、そういうところは、ひなのためにあえて突き放したりとか、心を鬼にして、見守りに徹するっていうね。うん。まあで、別にそれを、夏海とか、大野先輩も、ちゃんとそれは守ってね、部長がそういうふうに、指導方針、しっかり固めてあるんだから、それを邪魔するとか、それを破るようなことはしないで、まあ相当ね、わかるわかる。<laughs> もどかしいっていうね。でもそれは、部長のあの方針を崩さないように、 手出しはしないと。うん。で、最終回ですが、最終回も基礎の話が続けられるみたいだね。あと1話しか残っていないのがちょっと寂しい。この作品は日本でも評判がいいと聞いているので、もしかして大きな幸運に恵まれれば日記が来るかもしれないぞと。まあ、誰が考えることも一緒ですね。この時期になるとね。だし、誰に予想できる範囲も大体似たり寄ったりと。なんか特別な情報を持ってるとかね。洗礼から分析するったってね、難しいですよね。 まあこれは我々にはただ願うしかないんだな。あとは中断があって若干知名度、知名度というか注目度が一旦リセットされたという特殊な事情がある作品なんで周知していくことは他の作品よりは効果出るかもしれませんからまあとりあえずいろいろ話題に出してあの今後のおすすめスライスオブライフアニメすでには必ず投稿しようねっておっしゃってる方もいらっしゃいましたけどまあそういう時とか まあ、あとにかくいろんな人に知ってもらう。いろんな人に伝える。まだご覧になってない方。再開しましたけど、覚えてらっしゃいますかというのね。リマインダーとか、ぐらいかなっていうね。で、これね、細かいことなんですけど、で、別になんかおかしいとかじゃないんですけどね。これ、うーん、こういう細かいところに込められた工夫が、誰かが気づいて、気づいてみると、なんじゃこりゃみたいなね、ことがある動画工房さんですけど、非なおいしさに焦点っていう、そのスティッチーズのうちの1個を、 取り上げられてこれですねお揃いのシャツとお椀を持っていてどちらもキャラクターグッズらしいのがいいわひなの描かれていないところでの生活がどんななのか想像してみたくなるっていう確かにそうなんですけどこれ指摘されてみれば何これそのシャツかパジャマかわかんないですけどそれとお椀がセットっていうの見たことありますまあでも確かにそうかキャラクターグッズでだったらお椀もあるしシャツもありますよみたいなありますけどじゃあ キキャャララグッズだったとして、このキャラ何うさちゃん、<laughs> 何これ常に耳だけ出てるっていうキャラだったりとかですかキャラだとしたらですけど。うさちゃんっていうだけの <laughs>。わかんないですけど、なんでこうしようと思ったんですかね動画工房さん。たまに謎なことをされますよね。あの赤帯の時もそうでしたけどね。特になんかその、例えば、とうとう最終回までおいでにならなかった弟さんが、DTM やってて、モニターヘッドホンは赤帯に決まってんだろうみたいな人だったりしたら、 そうなんだっていうことですけど、唐突にあそこで誰がどう見ても、ここだけ急に絶対にどう見たって赤帯だけ <laughs> 特定のものが出てくるっていうよくわかんないね、謎。赤帯の謎ありましたけど、ここもシャツとお椀のセット。うさちゃんセット。<laughs> これも確かに言われてみれば謎ですよね。なんだこれっていうね。あとはまあ、 可能性としては、お椀に合わせてひなが縫った。<laughs> まあ、ないでしょうけどね。うん。これは謎だわ。っていうね。まあ、これは引っかからせようと思ってか、遊び心でかわかりませんけど、これこそは工夫だよ。お揃いのシャツとお椀のセットを所有したことは、これまでの生涯でもないなというね、方なんですけど、多分そんな人いないし、そんなもの売ってないでしょうね。見れば見るほど謎、うさちゃん。で、これうさだけ全部おもじなんで、ゆうせいちゃんとも読める。 まあそんなことをおっしゃってる方いらっしゃいませんでしたけど。というね、細かいけど、一度気になると引っかかる謎、ありました。で、あと、ヒナが主体性を発揮して、みんなに新しい技術を教えるというのは、一シーズンの締めくくりとして完璧だし、彼女がいかに成長したか、際立たせそうだね、と。うん、まさに。まあなんであれはね、前回で初めての、剣ヒナ、初めて敗北を知る、がね、あってなるほどそういう構成できたかということありましたけど、あと、これね、これ私は、 以前コメントいただいてなるほどということあったんですけどまた別方面から気にされてる方がいらっしゃって同様の指摘に至るというコメントでしたけどこの漫画はスマホ以前に書かれていたのかね海にいたまま疑似絵の使い方をググればよかったような気がするっていうねうんこれはそう私は指摘されて初めてああそんな疑問点浮かんできてもおかしくなかったなっていうことに気づいたぐらいなんですけどこの方は自力でああいう雛を見てて その場でググっったらっていうことに気づかれる。で、そのためのガラケー設定なんだということを私は以前に教えていただいてしてたんでそうまさにその海にいたまま疑似鋭の使い方をググれないようになってるんですねっていうことね以前に感心しましたけどそうなんですよでそう一言「夏美はスマホを持ってるよ」っていうね冷静ななんですよなんだけどそう以前 教えていただいてあ,あそっかそんな疑問あり得たしでそれをまさにさせないためのガラケーなんだとねなんですよひなはガラケーなんですよまあただでも説明書を読めたよねっていうね <laughs> 本当にすぐまあだから今回ねやっぱり釣れない釣れないで場所変えて釣れない釣れないの時に夏みがねああやって一休憩入れさせてくれたのはやっぱり救いの女神だなと夏みさんはほんと突っ走ってねすぐ視野狭くなりますからね で、多分、そうっすね。今回の見て、やっと答え分かった今から考えるとですけど、あそこで確かに説明書読んで、で、スマホでググってやってたら、別に普通に前回でも釣れたでしょうと。ただ本当にあそこまで一旦、今後の展望が真っ暗闇になって、挫折して、で、そこからの自力でのリカバリーということを経験して、そういうものが今後、結局、避難の中では大きな糧になると思いますから、 あとまあ心に刻まれたでしょうね。こういう時どうすればいいかっていうのがね。なんでそのヒナのね、まああれを責める人いないでしょうけど、私は全くヒナを責められない。生きたワームを使った作業は、これね、以前から何回かご紹介している釣り経験の豊富な方ですけど、生きたワームを使った作業は私にとっても超無理無理。ね、このビッグノーノですね。これよく聞く時もあれば全然。 使ってない人もいたり、人によってはこのね、ビッグノーノーっていうね、言い方好きですよね。私にとってもビッグノーノーだろうと。2年前に兄弟が釣りに連れて行ってくれた時には、あーなるほどね。餌のワームを全部つけてくれたのを覚えていると、はー。経験ある人でもやっぱりダメな人はダメなんだな。やっぱりあれですかね。私はそういうの平気なのは小さい頃になったからかな。わかんないですけどね。子供の割とそういうの平気なうちに慣れとくと、大人になっても抵抗ないかな。 だからあんのかな、私が想像してるよりはるかに、私とか、ワーム別に全然平気ですけどって、まあ気持ち良くはないですけど、気持ち悪いのは気持ち悪いですけど、別に釣りの人手順として、無理ではないですっていう感じなんで、ワーム買ってって、で、ちぎってつけたりとか、まあこれはね、大野先輩がいつかおっしゃってたのに近い温度ですけど、それでもやっぱり気持ちは悪いんですけど、でも嫌ってなるほどではない。うん みたいな人間が想像するよりはるかにたくさんそういうの本当に無理っていう人がいて、で、本当に無理なんですかねこれは平気な人間はね、想像するしかないんでわかんないですけど、実は私とかが想像をばないだけで、本当にああいうの無理っていう人がもっとたくさん、もっと強烈に無理で存在して、だからああいう疑似絵とか、ある程度重要があるんですかね私はね、今回見ててもそうでしたし、前回もそうだったんですけど、 じゃあ、疑似餌やめたらっていうね <laughs>。そうはいかないっていことなんでしょうね。で、そうはいかない人がお前が思ってる以上にたくさんいるんだよ、ということなのかな。ただ、これはヒナの経験上もそうだし、今後、ヒナのその経験を通じて他の人が学べる、見ることができる実例の一つとして、疑似絵だったらこうすればいいっていうことを、生きがダメだった時の迂回路の一つとして、もしくは第二の活路として、生きがダメなヒナだからこそ、照らすことのできた、 別の道っていうのが描かれてたんで、それはそれですごくよかったんですけど、そうだからね、この、あの疑似絵のね、リアルになればなるほど、生き餌ダメな人のダメ度が高まっていくし、遠ざかれば釣れなくなるし、って思っててね、あの疑似絵というものの存在、安いとか保存が効くとか以外になんか理由あるのかと思ったんですけど、やっぱりダメな人はダメなんだなっていうね、改めて。全部つけてもらったか、ええ、お兄さんですかね。今回のの話が来週の結末編で ヒナが釣りにおいて自立していくための決定的な展開のために準備されているのがいいね。これが終わってしまうのが本当に悲しくなる。が、なんという経験になったことだろう。勉強になったし、日本に帰ったら、赴くべき新しい場所を見つけたよっていうね。だから、あなたは何者なんですかっていうこれ、前から申し上げてますけど、日本に帰ったらって何ね、謎ですよね。まあ、謎でも何でもなくて、この方を以前から存じ上げてる人は、 ああ、あの、なんとかのなんとかさみたいな。わかんないですけど <laughs>。気になる言い方されるなーうーん。まあ、またどっかでお会いしたときに、そのあたりのこと。いやー帰ってきましたよ、みたいな。どんな偶然、頼りなんだっていうね。っていうね、コメントが前回ありました。いやーあーあと、そうだ。あのね、いろいろその日本語とか、日本の情報に関して、なかなか難しいところまで、皆さんに解説されてた、お名前のインパクトで未だに記憶に残っている、クソカオ20さんね。今回もね、一言、 面白い情報を書かれてましたけど、ひなちゃんが亀ヶ浜海浜公園と呼んでるのは、現実の方では鶴ヶ浜海水浴場だねと、ほぉ。なーるほど、鶴亀のついになっているんで、なるほどね、亀の方か、アニメでは。っていうね、ああはあはあ、面白い面白いっていうね、ことを書かれてましたね。ありがとうございましたと。っていう感じでね、ね、やっぱり冒頭でも、ディスカッションの冒頭でも申し上げましたけど、少なかったですね。全体的にコメント少なくて、で、 黒岩部長の指導方針に関してのディスカッションにかなり裂かれてて、で、やっぱり11話なんでね、みんな寂しいのかなっていうね、普段よりはだいぶ科目になってる、それの雰囲気ありましたね。っていう感じですね。まあこれがね、12話を迎えちゃうと、いっぺんにみんな、もう何ですか、たかが外れるとか、もう最後だから言いたいこと全部言ってっていう感じで、割とはっちゃけるんですけど、うん。今見たところ、 やっぱりね、12話は当たり前だけど、コメント多いですね。まだ中身は見ませんけど。っていう感じですね。いややっぱり感慨深いし、しんみりしてしまいますけど、さあ、それが今回ね、どういう反応になってますかね。リアクションディスカッションね。またちょっと、今回振り返っていきたいと思いますけど、あ、で、リアクション動画はね、あのー、12話まで拝見したんで、今回で終わりなんですけど、また例によって、12話までリアクションあって、で、それじゃあ皆さんまた新しいシリーズで、 じゃなくて、まあ、ここ何期かは、12話まで見たら12話のね、反応とか、12話見た後で知ったこととかも残しておきたいんで、リフレクション動画やることが多いんで、まあ、まだやるってわかんないですけど、断言はできませんけど、多分、まあ、どっかで時間作って、12話5、こんな反応でしたよみたいなことをお話しすることはあるでしょう。なんで、その時にね、どういうところを注目していくかなんですけど、まあ、わかりませんけどね、よっぽど何もなかったらっていう <laughs>、 ただまあそんな可能性はほぼないでしょう。さてそんで今回ですね、どんな反応、どの辺がとか。ですけど、まあ、開始前はね、誰もが気になってんのは、ひな大丈夫かと。うん。だいぶ落ち込んでたり、だいぶ見つけたら見つけたで興奮してたけど、どんな体勢で臨むかっていうね、気になってんですけど、まあ、やっぱり最終回に、ここへ来てのこの演出ね、学校の前景から始まり、別のクラスの夏美からね、 入っていくと。で、そこでメールでね、先に行ってんだよっていうね、興奮した様子が伝わってくると。うん。さあ、どうなのかって感じですけど、<laughs> あのカメラ目線でビシーで、引きの絵で突っ込みが入るっていう、まあ、古典的なギャグですけど、ま、あこれはね、ひなさん今回先生ですから、ま、あ我々視聴者にもビシッとそこ聞いてるかということで、慶中を流してくれるというね、ひな教官のありがたいご指導ですね。で、まあ、やっぱりそういうことなんだなっていうね、うん。 自分から動く生きとがまず大きな違いだというのはコメントでもありましたけど。まあそうなんでしょうし、ねだからってね、じゃあどうすればいいのかっていうのね。そうね、このアピール力を上げるために、まあここは工夫入ってるんですけど、それがうまくいかないと。うん。ここはちょっとだいぶ緊張しますね。見ててもね。まあ全然ね、この堤防部は本当に雰囲気柔らかいですし、みんな本当に優しく見ててくれますし、 で、いざとなったらね、頼もしいでしょうしね。まあ、その辺は安心なんですけど、そんなね、状況でもやっぱりこんだけ、触っては来るんだけど、なんか違うみたいなね、一歩乗り越えられない。まあ、でもこの辺でもね、やけになったりとか、緊張で折れたりとか、全然そういうことはない。ずーっとじーっと真剣に、まっすぐ、投げては待ち、投げては待ち、ということに集中しているひなさん。うん。この辺はすごくしっかりしててね、偉いですよね。前回も完全に、 壁にぶつかって一歩も進めなくなるまで、とりあえずやれるだけ、触れるだけ差を振りましたからね。ただそれでもやっぱりね、あの、もういいやーには、相当焦った人いらっしゃいましたけどね。コメントとかでもね。あれはやっぱりね、かわいそうだとかね、夏美も言ってましたけど、結構見てて辛かった人多いみたいですね。まあなんですけど、そのしつこさと、やっぱちょっとね、休んで頭冷やして、一回全然違うこと考えてみるとかね、本当にふと思い出すことある。 で、まあね、そう、自分家の食卓に出て、わ、この魚めっちゃ美味しいから釣りに行こうっていうね、もう完全に発想が釣り人。で、実際に海に行ってぶつかってみたら、意外と強敵で手に入んなかった、このね、キスですけど、まあ、こうやって見事にね、ずらっと並べられて、今度こそ本当に美味しいから釣ってみたいと思って、自分から率先して、提案して、動き出したこのキス釣りで超過を受けて、まあ、本当に最高の 頑張ったかやって、結果になりましたけど、ちょっと細かいですけどね。あの、骨せんべいね。うーん、なるほど。これもキスから作るんですかね。まあでもこれもいろいろあるんでしょうね。あ、ちなみにね、キスって、正確には白ギスなんでしょう王の先輩に教わったところによると。で、英語では、whiting。あの、白の white の進行形の whiting。絶対ある white から来てるんでしょうけどね。ただなんでそうなったのかわかんなかったっすね。とにかく、 ホン当に白を色の現在進行形ってありえないですけど、ホワイトに進行形の ING をつけて、ワイティング。ワイトニングじゃないですね。ワイティングでした。で、あ割とでも基礎の下りなかったんですね。ほぼ半分使ってますね。で、まあ後半ですけど、まさかここに来て全然ありえるし、こうやってお話の中で出てくると、ああ、なるほどなるほどということもたくさんあったんですけど、 ここに来て手芸また出てくるっていうね。で、ひなも言ってましたし、私も夏美がいた瞬間に思ったんですけど、それ今更っていうね。<laughs> でもそんなことをまだずっと覚えてて、今思い出すんだ、夏美って。なんかすっごい、その、ひなのことがよっぽど特別なんかっていうね。なんか普通のちょっと友達とかよりずっとひなの存在大きいですよね、夏美の中で。 謎ですね、これは。別にね、あの、十字軍さんが期待してるような、そういう気持ちを抱いてんじゃないでしょうけど、でもなんかすっごい大事な友達というか、大事な人みたいですね、夏美にとって。これちょっと謎なんですよね、なんか理由あるのかなまず第一話で意外だったのが、夏美はもう一目見た瞬間に、ひなだってわかって飛びついてきて、で、あ、そうなんだ、そんな仲いい友達がいたんだよかったね、と思ってたら、ひなの方は覚えてもいないっていう。 だってね夏海は見てすぐなあでしたけどひなはその前から夏海見てんすからね横から釣ってるところをそれでも思い出さないでね以前夏美のご実家にお邪魔した時もお母さんはひな覚えてるけどひなは全然っていうね、はあ、なんかすごいひなのことをいろいろ知ってるしそんな細かいことまでずっと気にしてるしいろいろ考えてるっていうね夏海のちょっとひなに対する。 夏美から見たひな感がちょっとだいぶ普通の友達関係より大事だし大きいぞっていうのは気になるんですけどまあわかんないですねまあ2期で明かされるんでしょう当然来たるべき2期で明かされるんでしょうっていうねちょっと手芸のあたりとか出てきてねこんなに長いというかもうずっと後半これだなっていうねこんな話になるとは全然予想できなかったけどまあいちいちいいですねで中間テストねこれ 以前にコメントで頂い,いたことありますけどまあその時の予想通りやっぱやるんですね夏美さんまあそのわざわざそれ言う必要あるかっていう誰かさんみたいにその意外さ言う必要ないんだけどまあ意外は意外ですよねうんすごい優秀よでその優秀さが出てきた直後に「へえ初めて避難地ですか?」っていうねもうだいぶ経つだろうにでそのよそのお宅にお邪魔してお母さんとかにご家族の方に対する ご挨拶のしっかりしたこと本当に優等生ですね。まあでちょっとね気になる。うん。確かになつみみたいな友達ができてて、まあできててっていうか正確には再会なんですけど、一緒に来て、家に来て、でだったら、まあそれだったらね、安心されるのわかりますけど、安心の仕方すごかったっすね。うん。まあなんかあんのかな。これも2期ですね。うん。2期で明かされるんでしょう。あれまたなんかこの系統のデザインのシャツだな。ひな。耳だけ出てる。 でも別に何も書いてないな。うさちゃんの次は猫ちゃんだったりはしないのか。へえ。いや、謎。<laughs> あの、シャツとお椀のセットはいまだに謎。何回思い出しても謎。で、まあ、前々から言ってましたけど、あのぬいぐるみとかね、まあ、今回のはそこまで凝ったもんじゃないですけど、とにかく形としては、あのぬいぐるみね、ちゃんと覚えてて、で、また出てきて作るところまで、ちゃんとやるっていうのも意外でしたけど、まあ、これがね、さっきの ねあの辺も可愛らしいですね、大野先輩。あれ見ていいなーっていうね。で、そっからの回想で、なんですけど、階層に入る直前に、一回アップで、その様子が出てくるんですけど、なんかほつれたりとかしてて、なんかあったのかなと思ったら、片っぽは、なるほど、あの時のね、言ってた夏美さんが作ったと。で、まあ本当に、これは、CGDCT でもなかなかね、そうそうお目にかかんないぐらいの、ひたすら可愛らしい、 あげるっていうね、まあであげるなんだけどあの夏美がちょっと出来悪いやつをあげるって言った瞬間全員思いますよねいいやつと交換したいだけで <laughs> って思った瞬間にヒナからそこのツッコミが入るとねうん完全にシンクロしてんのこの辺はあの帽子の時のねことがありますんで可愛らしい話だなと思うのと同時並行であのくだりを思い出して交換したいだけではっていうねちょっと悪だみを予想してしまうというねまあでも本当に可愛らしい で、これ、ヒナもね、うん、やっぱこうやって、この二人が作った、それぞれの作品がすれ違うところありますけど、まあ、細かーいところで、出来の違いを書かれてますけどね。まあ、その、ヒナもね、自分で作ったやつあげるって言ってね。まあ、可愛らしい、本当に。この辺はね。あと、この <laughs>、こんな顔することあるっていうね。王の先輩に作り方を指導するときの、ヒナさんの飛び込む笑顔っていうね。なんじゃこりゃ。これはミームになるな。 こんな100点満点の爆発量の笑顔ありますかねっていうね、すごい笑顔の。相変わらず顔芸だなまあでね、ここでそうかっていうね、柄ブも出てきますけど、あのー、店長が初めておいでになった回で、あ、エンディングにも店長いらっしゃいますねっていうね、なんですけど、まあまさにそうだったんですけど、あれは一緒に登場してくる、アジゴのぬいぐるみに表則を合わせて、ゲのあるタコ、ムスターシュオクトパスもぬいぐるみ風になってるんじゃなくて、実際に出てくるんだ。はぁ。 だからもうオープニングエンディングが作られる時点で本編内でどこまでを描くかっていうのが登場してくるものは何なのかっていうことが全部決まってたってことですねすんごい先を見通しながら作ってんだなっていうね最終話でエンディングの初回以来エンディングが最初に公開された時以来ずっと登場してたあのタコヒゲ屋のマスコットのねタコが本編内で初めてその誕生秘話が明かされるというねうん そういうことか。で、これで何を悪だくみすることあんのかと、部長よと思いましたけど、その悪だくみお前がもう先にしてただろうっていうね。うん。まあ、なんでね、部長ちょっと責めらないですね。うん。まあそうっすよね。あれは売れるな。でね、ちょっと面白い裏話。一回手芸部は見に行ったんだっていうね。へえ。じゃあまあ改めて、無理やり堤防部に入れた部長も、帽子上げて辞めにくさせた夏美さんも、まあ後ろめたいことなくなってよかったんじゃないですかっていうね。 そんなことあったのかっていうね。なんかこの男子手芸部楽しそうだな。<laughs> 男子、別に男子手芸部じゃないんだけど、本当にいろんなタイプの男子が、すごい、ね、みんな真剣に手芸やってんな。楽しそう。まあでもね、男でもね、手芸、まあ手芸に限りないですけど、好きな人は本当好きですしね。私もその末席の末席ぐらいは怪我しているんじゃないかなっていう感じですね。子供の頃から結構縫い物はね。で、まあしばらく、 お見えなならなかった先生ですけど、まあこれが先生のねまあ今更あそこまで嫌ってた人たちがこれ以上先生に対する評価落とすことはないと思いますけどまあこれがどんだけ先生の株上げにつながったかわかんないですけどまあとにかく出場ってよかったっすねいらっしゃらなかったらそれはそれで寂しいところでしたがまあ別にはいぶち壊しじゃありますけどこのね可愛らしい女の子たちの今日は手芸部の現場にやってきてそのリクエストはちょっとぶち壊しなんですけどまあいいっすよっていうね先生らしいわ。 <laughs> で実際にそれ作るっていうね。があってねまあエンディングもね今回のサブタイこれからですからね <laughs> すっごいなんか思わせぶりなサブタイですけどまあ本当に今のみんなの日常とかこれからやっていくんだろうなっていうことをいろいろとモンタージュにして流しながらのエンディングでで最後にねやっぱり主人公のひなさんが戻ってきて何釣りましょうかですよねそうですよね。 ですよね本当に素晴らしい最後の一言にこれ以上さわしいものあるかっていうね、うん、いいひなさんの一言でね自分から最初ねあのタコのおしでどうやって断ろうか悩んでたひなさんが自分からもう「今日は何するんですか?」っていうね「もうどっぷりですね」っていうねのを象徴するあの明るくて元気で可愛らしい一言でこのひシリーズが閉まると。 いうことになりましたねなんでまあいろいろありますけどでも今回は割とそのキス釣りの行方とかねでまあその中でねやっぱり見守る方も緊張する下りとかでそれは無事に背が上がって後半まるほぼ手芸の下りかこの辺もねやっぱりひなと夏美のねこの可愛らしいところたくさん出てましたんでその辺反応大きいでしょうしでさてこれからどうなるか展望と2期のね どうなるかとかとまず2期はそら待ち望む声は大量にあるでしょうけどさあどういう予想があるかはですねまあこれは予想もね当たっても外れてもたまたまじゃないかっていうね話かもしれませんけどまあなんですけどね多分その辺が反応大きいでしょうしどんな反応になってるか気になるところなんでまあ本編はこれで12は終わりましたけどまたじゃあ本編が全部 1一シーズン、1シリーズ終わって、最終話に対して、もしくはシリーズ全体に対して、どんな感想とかがあるのかっていうのは、また、そういうのをこの後ね、リアクションとかディスカッションを見ていきますんで、その中でまた、なんか面白いことありましたら、お話ししようかなと思っているところでございます。っていうところですかね、今回は。そんな感じで、放課後堤防日誌第12話見ていきました。お付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。